すごいぞ、グリーンピース。なんでいつも僕は捨てられちゃうんだ。グリーンピースくんはそう叫びながら、魚の骨と一緒にゴミ箱へ捨てられてしまいました。僕栄養満点なのに、いつもこうやって捨てられるんだ。食べられるものを捨てるなんて信じられないよ。ゴミ箱の中でグリーンピースくんがプリプリしていると、思い切って自分がどれだけすごいのか伝えてみるのもいいよ。僕はそれで少しずつ食べてもらえるようになったんだ。ゴミ箱に捨てられていた半分かじられたピーマンくんが嬉しそうに言いました。そうか、うん、やってみる。やる気がみなぎってきたグリーンピースくん。次はハヤシライスの中にいました。男の子が大好きなハヤシライスと一緒なら食べてもらえるかもと思ったグリーンピースくんですが、いつものようにお皿の端っこに避けられてしまいました。くっ、今日も食べてもらえないか。よーし。グリーンピースくんは勇気を出して男の子に話しかけました。君は僕が苦手かい？男の子はきょとんとしながらうなずきます。グリーンピースくんはピーマンくんのアドバイス通り、自分のすごいところを説明してみることにしました。僕はね、こんなに小さいけど、栄養がたっぷり詰まってるんだ。得意げなグリーンピースを男の子がじっと見つめます。僕スプーン3杯と大盛りサラダ1杯って、タンパク質とか食物繊維とか同じ栄養の量なんだよ。すごいでしょ。食物繊維は立派なうんちを出してくれるし、タンパク質は体のあらゆるものを作るのにとっても必要なものなんだ。髪の毛とか骨とかね。足りないと体が疲れて動けなくなっちゃうくらい大事な栄養なんだよ。男の子はちっちゃくてもすごいんだね。グリーンピースを一粒スプーンに乗せると、感心した様子で言いました。どう？食べてみたくなったでしょ？グリーンピースくんは自信満々に言いますが、男の子は首を振って、またお皿の端っこにグリーンピースを置いてしまいました。でも、グリーンピースくんはめげません。君はそこのサラダに入っているサヤエンドウは苦手かい？男の子は首を横に振りました。するとグリーンピースくん、嬉しそうににっこり笑顔になりました。ならきっと僕を食べられるよ。だって僕、サヤエンドウなんだもん。そう。実はグリーンピースくんって、サヤエンドウのお豆なのです。サヤエンドウよりお豆大きいじゃん。男の子は全然信じていない様子で言いました。サヤエンドウをもう少し成長させると僕になるんだ。サヤエンドウが赤ちゃんだとすると僕はお兄ちゃんってとこかな。グリーンピースくんが説明すると、男の子は、と驚いた様子。それなら食べられるかも。男の子は恐る恐る一粒食べてみましたが、やっぱもういいや。男の子が残そうとしたので、ハヤシライスと一緒に食べてみて。ハヤシライスの中に、
別のグリーンピースがポーンと入りました。男の子はもぐもぐ、グリーンピースが入ったハヤシライスを食べました。うん、おいしい。これなら食べられる。苦手だったグリーンピースも、おいしく食べられることに気づいてくれたようです。これからは、僕だけで食べないで、他のものと一緒に食べてみて。グリーンピースくんが言うと、男の子は、栄養満点だしね、とうなずき、パクパクと食べてくれるようになりました。それを見てグリーンピースくんたちは、お皿の上でとっても喜びましたとさ。おしまい。お話は面白かったブー。このお話の絵本が欲しい子は説明欄を見てみてブー。グッドボタンとチャンネル登録よろしくブー。